どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京ぐるりインボーク、今回はですね、ちょっと気が向いたというか、何を思ったのか分かんないですけど、ちょっとインボケフェスをね、久しぶりにちょっと最後まで弾いてやろうかなと思って、ちょっと、ね、石もあるし、ちょっと最後まで弾こうかなと思って。最近弾いてなかったですよね、インボケの、インボケ、インボクの、インボクじゃない、わインボケの、フェスガシャ、最終ステップまで回すことがねなかったんで、最近はもうなんか、いい機会だし、ちょっと回しとこうかなと思って。明日から教習だしね、まあ、ヤモリが当たったら当たったで、まあちょっとだけ楽になるかな。なんか青霧ですよね、明日。青霧とジャックと、なんだ、捜査官か忘れたけど、そんな感じだったような気がします。はい、というわけで、まあ、ヤモリが出ればいいし、重蔵が出れば重蔵も重ねたいと思ってるんで、いきましょう。ステップ2ですね、次が。なんで40、40で最後50、50で180個かかるんで、今はちょうど186ですね。いきましょう。え、ちょっと待ってくれ。これが出たときは SSR が出る伝説というか、言い伝えというか、レッテルがあるんだが、って言いながらここを2回ぐらい出てない気がする。これね、まあ次は40個で引けるってだけで、別に確率が上がってるってわけじゃないんだよね。まあですよね。まあまあですよね。まあですよね。そういう感じですよね。で、次行こう。まあなんか、フェス券が1枚でも出たらそこで終わっていいんだけど、最後まで行くと SSR 確定でしょう。最後まで行くか。これなんだ？あ、これも SR なんだ。厳しい。厳しいな。SSR 確定で、旧フェス限定キャラが確率大アップなんだ。旧フェス限キャラの、じゃヤモリ以外ってことか。で、5枠目はヤモリの出現率アップで SSR1 枚確定っていう。まあ、別にここで2枚なり3枚なり出てくれてもいいんだけど、ヤモリプラス旧フェス限みたいな。まあ、SSR なんで、まあ、言うてね、はい、1枚、しかも旧フェス限、ヤモリは出ないと。出ないことはないのか。出ないことはない。確率的にはまあまあまあって感じだけど、出なくもない。僕に食われても仕方ないよ。この金木はどうなんだろうか。俺全くこの金木あれだわ、視野に入れてなかったけど、凶暴金木第1弾のフェス限ですね。え、第1弾だっけ。ごめん、不安だわ。第1弾じゃなかったような気がする。第1弾って重蔵アモンだっけ、忘れちゃったんですけど。じゃあ旧フェス限ということでね。じゃあ最終ステップいきましょう。最初のあれだね、2ステップ目3ステップで出なかったのがちょっと痛いね。まあこれはヤモリの確率が上がってるんで、まあなんとか引き当てたいところではあるんですけども、まあ演出は最後に見ていこうか。じゃあ、2枚なり3枚なり出てくれてもいいんだが、もう重ねるの前提としてとは言わないけどさ、まあ、重ねて楽しむ的なとこあんじゃん。1枚かい、しかも。ちょっと むせちゃった。あれは草生えそうになった。あのあれ何、 SR が1枚もないっていう、レアレアレアっつってさ。おお、ヤモリか。あ、やっぱ確率めちゃくちゃ上がってんだな、これ。最後の5ステップ目って確率どれくらいなんだろうか。はい、ということで、ちょっと待って、ヤモリちょっと立ってね。というわけでですね、無事フェスゲンのヤモリと、フェスゲンの金木を当てることができました。まあまあすごいいい収穫なんじゃないでしょうか。あの普通の SSR が出てこなかっただけ、まあまだマシですね。はい、というわけで、また明日から教習なんですけども、まあ、ぼちぼち頑張っていくとしましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。